週刊フリーブレイズ、はい、このコーナーは、アイスホッケーアジアリーグ東北フリーブレイズの選手のインタビューを毎週お送りしております。フリーブレイズ日光アイスバックスとの切り振りでの3連戦が終了しました。2勝1敗ということで勝ち点を6稼いできまして、今日は9月の27日、チームは明日また、新横浜に旅立つということでございます、はい、ということで今週のゲスト背番号40番河合拓真選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お昼ご飯なんかお腹いっぱい召し上がったそうで。食いすぎてちょっと具合悪いです何食べましたお昼は。カレーライスです。カレーライス、はい、新田の食堂味いかがですか。いやめっちゃうまいです。本当ですか。カレーが一番うまいです。へえ。みんなやっぱりカレーとか食べる人多いんですか。そういや、ね、メニュー決まってるから。あ、そうなんだ、はい、みんな同じの出るんです。はい、そうです。なるほど、はい。今日も午前中はまた JP 奥様のヨガをやったそうで、たくまくんはヨガどうですか。慣れました。慣れましたね。なんか自分の体が分かってくるっていうか、だんだんとどういうところが硬いとか、どういうところ疲れてるかとか分かるようになってくるんで、結構いいっす。結構みんな滝のような汗かいて先も降りてきましたけど、はい、そんな動いたりはしないんですけど、うん、じわーっときます。体硬いですか。硬いっすそうなんだ、はい。ま、別の選手のまま聞きましたけど、ホッケー選手ってやっぱちょっとそういう風になりがちだっらしいですね。そうですね。みんな、うん、柔らかい人も聞いたことないですけど、うん、みんな硬いと思います。なるほど、分かりました。拓磨選手は、まあ、八戸で、この間あったチャイナ戦、ちょっと練習で少し怪我をして少し欠場する試合があったそうですが、はいはい、その後の具合どうですか。あ、もう順調です。順調、はい、もう 100% 大丈夫です。あ、本当ですか、はいはい。日光での3連戦、まあ、2勝1敗でしたが、はい、振り返っていかがでしたか。そうですね、僕は最後の試合しかプレーできなかったんですけど、うん、はい、まあ、アウェーで2勝1敗っていうのは、まあ、結果的にはいい方なんじゃないかなと思います、うん、まあ、今週末につなげられたのかなと思います、うん。もうすでに9試合消化したフリーブレイズなけなんですが、はい、まあ、どうですか、過去2年間と比べてこの、まあ、夏の調整から序盤、はい、のこのまあ動きというか成績というのはどういうふうに感じてますか、過去2年と比べて。どうなんですかねどうだろう、まあ、去年よりは全然いいと思います、うん、去年の最初の方結構、まあ、外人選手も合流、うん、去年は結構遅くてコミュニケーションとか取れてなくて、うん、まあ、試合にそれが試合に影響することがあったんですけど、まあ、今年は早めからみんな来て、まあ、みんなでリクトレとかやってたんで、まあ、いい入り方はできたと思います、うん。今年の外人選手、まあ、ブラッド選手は、ね、前も言いましたけれども、はい、リングリー選手とか、ジャスティン選手ってどんなプレイヤーですか、拓磨選手から見て。そうですね、デーブ、リングリーは本当体が強くて、うん、まあ、コーナーとか行ってもキープパックキープ一人でしてくれるんで、まあ、やってもらって、まあ、ゴール前で待ってればパス来るかなっていう感じなんで、うん、でフレッチャーは本当頭のいいプレイヤーで、そこまで目立たないかもしれないですけど、うん、すごい要所要所で、まあ、いいプレーしてるなと思います。わかりました、はい。そして、まあ、今週のこの週刊フリーブレイズ、拓磨選手にお話をお伺いするのは、まあ、もうすでに何人か、ファンの方もご存知かもしれませんが、北米のリーグ CHL に挑戦と、はいはい、いうことになりまして、今週末の新横でのゲームがひとまずラストと、はいはい、いうことになります。こう北米の挑戦を自分の中で決断したっていうのはいつ頃なんですか。いや、もうそれは常に、まあ、1年目っていうかここに入った当初から、うん、まあ、いつかはまた海外でやりたいなとずっとそれを思ってたん で、うん、でちょうど今年の夏にいい話をあっちからもらったんで、うん、まあ、今がチャンスかなと思って決めました、うん。このタイミングでの挑戦っていうのは自分の中ではこうどう捉えてますか。そうですね、あんまり、まあ、早めに若いっていうかもう今年24になったので、うん、まあ、あと1年2年待っちゃうと、うん、
結構 遅いじゃないですけど、うん、まあ、海外のリーグだと、まあ、ベテランの方になってきちゃうんで、はい、まあ、まだ若いうちに行っていった方が経験としてもいいし、うん、あっちで、まあ、ベテランとしてのプレーより、まあ、若手の方が、うん、まあ、多分重宝されると思うんで、うん、まあ、若いうちに行きたいっていうのがあって今がチャンスだと思いました。なるほど、はい。もう結構海外でもプレーした経験生まれた拓磨選手なんですけど、そもそも初めて海外に行ったのってこういつだったんですか？初めて行った、まあ、小学校までが釧路でしたっけ？小学校の時に釧路に引っ越して、はいはいはい、でそれで中学3年まで行って、中学3年まで釧路、はいはい、でそれでそこから高校がカナダ、カナダ、うん、はい、あ、その最初 そのカナダに行くっていうきっかけは何だったんですか？あっちカナダのモントリオールにあるチーム、うん、14歳から16歳ですかねのチームがあるんですけど、はい、そこのチームのオーナーがちょうど日本に来てて、うん、で僕のプレーを見てもらって、うん、それで、まあ、カナダに来ないかっていう話をもらって、うん、でまあ、親と相談していくことになったんですけど、はい、その時はもう一人でですか？そうですね、一人で。わ、15歳でそういう決断をしたんですね。そうですね、今、まあ、逆に15歳だったからできた決断っていうか、あ、まあ、それが多分17、18になってるともうちょっと考える力があるから、うん、いやどうしようっていうふうになってたと思うんですけど、いろんなこと考えるでしょうしね、はい、15歳の家からいやもう行くっていう、すぐ僕は決断して、はい、あ、そうですね。で、15歳でカナダに渡って、はい、そこでは何年間いたんですか？わ、5年間ですね。5年、はい、15からじゃあ20歳になるまで、はいはい、でフリーブレイズにやってきたのが2009年の、まあ、シーズン始まって少し経ってからでしたね、はいはい。どうですかこのフリーブレイズでの約3年間、はいはい、どんな経験ができた3年でしたか？いや本当にいい経験させてもらって、うん、試合にもいっぱい出させてもらったし、で八戸にまさか、まあ、自分が八戸に住むとは想像はしてなかったんですけど、そうでしょうね、はい、でも本当3年間住んですごくいい街だし、うん、ファンの方もすごい温かくて、まあここで3年間やれたことは本当嬉しく思います、ね、うん、やっぱりこの街住んでみてこの街のこう人柄とか、はい、こうどんな風に感じてましたか？本当温かくて、まあ、ご飯食べに行ったりしても声かけてもらったり、うん、まあ、たまにはサービスしてもらったりしてで本当、まあ、遠征とか行って八戸に帰ってくると、あ、やっと家に帰ってきたなっていう、ちょっとほっとした気持ちになるんで、本当に、まあ、ここが家っていうかホームっていうか、そういう風になってきたなと思います、うん、前のインタビューでも聞きましたけどね、この辺りの温泉も巡りましたしね、はい、そうですね、アメリカ行ったらもう温泉がないんで。ないですね、ちょっと厳しいですねいっぱい行きましたこの辺りの温泉は。そう、いろんなとこはそんなに行ってないですけど、うん、気に入った場所は、まあ、気に入った場所をしょっちゅう行って、牧場温泉、あ、この辺の、はい、おとかよく行ってましたね。去年の外人 のアーロン・マッケンジーとも、はあ、そう、一緒に、アーロンも結構、はい、温泉好きだったんで、あ、そうだったんですね、じゃあ一緒に行くぞって、うんうん、2人で行ったり、なるほど、はい、分かりました、はい、まあ、北米の挑戦ということですが、まあ、NHL のロックアウトの状況もあって、選手がこういろいろと下のリーグに、または他の国のリーグに動いたりする中、やっぱ不安な部分というのはありますか？いや、その部分では全然不安なことはないですね、うん、まあ、自分がちゃんと仕事しなければどんな状況でもすぐカットクビにされると思うし、あ、まあ、自分のやることをやってれば、まあ、大丈夫だと思うん で上から上手い選手が降りてきても逆に、まあ、リーグのレベルがもっと上がれば自分のためにもなるんで、それはどっちかといえば楽しみなんで、はい、なるほど。どの部分で自分はこの北米のリーグでこう渡り合っていきたいって思いますか？
そうですね、やっぱり一生懸命ハードワークして、うん、チーム一ハードワークだって言われる選手じゃなければいけないなと思ってるし、うん、まあ、あと自分がどれだけ外人の中に入ってフィジカル、うん、その体の強さを生かせるかっていうのが、まあ、チャレンジになってくると思います。うん、分かりました。ブレイズのジャージを着て今週末新横根が、まあ、ひとまず最後のプレーになります。はい、何かブレイズのユニフォームを着て戦ったゲームで一番印象深い試合とか、なんか今急に言いましたけどあっと思いつくのってありますか？一番アジアリーグ初ゴール決めた、はいはい、札幌でクリスマスゲームだったんですけど、はい、うん、対クレインズ戦 で、はい、でそれがちょうど兄貴から来たパスで入れて初ゴールで、はいはいはい、で12月19日、はい、クレインズ戦、はいはい、でその試合も勝ってたし、うん、で家族みんなも親戚の方みんな見に来てくれてたんで、はい、まあ、それは今でもたまに思い出しますね。うん、はい、なるほど。いやでも日本を離れる最後のゲームが台湾戦っていうのも何かの縁ですかね。そうですね、まあ、兄貴いるんで今からちょっと楽しみです。なるほど、はい、分かりました。拓磨選手の、まあ、今回大きな挑戦をするわけですが、アイスホッケープレイヤーとしての夢は何ですか？そうですね、みんなホッケー選手みんなそうだと思うんですけど、やるからには一番上まで行きたいなと思ってる。自分がやれるところまで一生懸命やって、うん、それが NHL なのか AHL なのか、それがヨーロッパに行くのかはまだ分からないですけど、まあ、諦めずに自分がやれることを一生懸命やって上に行ければいいなと思ってます。さらに今回の経験でより化け物になって帰ってきてください、はい、頑張って、はい、また八戸のファンのみんなの前でプレーできるように、うん、あっちで頑張ってきます。わかりました、はいはい、また厳しい環境の中でのプレーになるかと思いますが、ぜひ怪我のないように大きく成長して帰ってきてください、はい、頑張っていきます、はい、ということで今週の週刊フリーブレイズ背番号40番河合拓磨選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。